組みそう組みそう組みそう。でも俺はてっちゃんじゃねえから別にそこはいいんだけど。あ、来た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 。はい、ちょうどね、今 JR 最南端の駅にね、電車が到着です。皆さん、てっちゃんなんですね、どうやら。なのかな、うん、乗ってく人もいるよ、今。あ、そう、うん、へぇ、撮り鉄、乗り鉄、いろ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 じゃないですか、皆さん、ね、うん、あの、すげえ真面目そうなお姉さんも慌てて、今、ほらすげえおっかなそうなお姉さんが。へ、皆さん、鉄道目当てなんですね。うん、僕らとはまた違った目線で来てる人たちが集まってますね。じゃあ行きましょう。うん、電車が出ると皆さんきっとわらわら動き出すから、きっと。あれ、また神社、あれ神社だよ、竜宮神社です。あ、はい、じゃあ行くよ。うん、お姉さん、あのすげえなんかちょっとうかつい顔したお姉さんもてっちゃんでしたね。また戻るの、うん、なんかすげえ怒らされたらおっかなそうなお姉さんも取れてってたんでした。急げ急げ急げ、あの線路を渡るんだ俺らは。電車来るぞ電車来るぞ、右方向です。すげえ、あ、新たな斬新なタイミングで行けるぞこれ。その手があったかって今、撮り鉄の皆さん思ってました。間もなく踏切です。おれおれおれ、見たことか。目の前通ったんですよ、この野郎。JR 一番南を行く鉄道が目の前通った。本州最北端を訪れた車に挨拶しに来てくれました。ちょっと待ってて、今行くから。踏み切りで車通りして、言ったらもう本当に日本の一番南の方に来てるわけだからね。こいつは日本の本州の一番北の方には行ったことあるんだよ。関東の方から来ようと思ったら、まあ、その人はやらないよね。飛行機新幹線でしょ。およそせめて大型連休中でしょ、車で来るの。さ、車バイトで ETS を、そんな何でもない時にいるんだもんねってなるよ。こういうこともできますよ、うん、ね、僕の動画あんまりね、くまなく見てる人はほとんどいないですけど。くまなく見てたら変態ですから。本当に実際にやるからできることであって、動画で見てたら、うん、いやきついって。5分だよ、いいとこ、うん、一つの動画で見てられる。その大半はだってさ、どうでもいい景色が続くわけじゃん、ぶっちゃけ。1時間ね、1本の動画だとしたら、そのうち5分だもん。楽
不要な。いいところ走ってんのよ。夜なんつったらもうベロ当てられないじゃん。ねえ。だからちょっとね、ドラレコをね、ドラレコじゃなくていいの買おうかなってちょっと考えてる。画質のいいのと、あと滑らかに見れるやつ。3万くらいじゃん。あとそれがね、本来やっぱりほら、風景とか、そういうのを撮るようなカメラだから、持ちがどうなのかな。急に、配信つなぎっぱなしでどんだけ撮れるのかよくわかんないけど。毎回ピラスでは。どうしようね。これはそういうための道具じゃないけど、本来で。うん。ドラレコは。画質がちょっとやっぱり、ナンバーがちゃんと分かればいい。ちょうどいいタイミングだったんですよ、ね、うん、そんなに本数走ってないと思うから。なんか知んないけど鉄道電車がアピールしてくるんだよ。こんだけのことやるんだったら、ね、鉄道をやらないってどういうことよって言ってんの。電車パクト通知でだって行くたんび行くたんび結構レアな感じのところで通るじゃん、うん、電車がさ。
け大丈夫かな。もうちょっと、もうちょっとこっち寄せてくれる。ごめんね。あ、はい、大丈夫です。ごめんね。まっすぐそのまま落ちて。はい。はい、そこで結構。はい、そのまま。はい。ちょっとハンドル切って。はい、そうそうそう。はいはい。徐々に。はい、徐々に。はい、そうそうそう。はい、おら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 い。おらい、おらい。大丈夫大丈夫大丈夫はいどうも大丈夫ですよ。この車幅が広いね。いや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 、そんなでもないっすよ。軽な竜宮神社です。はい、はい、傘ある？ああ大丈夫です。